こんにちは、カワダメンテラボキネです。今日は悩んでいる子も多い、新スプリントについてやっていきます。新スプリントのセルフケアということでやっていきます。正式名称は頸骨下漏性骨膜炎ですね。すねの内側の痛みですね。サッカーやマラソンなどよく走るスポーツ、そしてバレーやバスケットなどジャンプ動作が多い、そんなスポーツやってる子に多く起こります。そのケア方法として、ふくらはぎのストレッチ、これ以前の動画でもあります。そしてあとタオルギャザーですね。これはアーチが崩れていくとか、足の裏の筋肉をちゃんと刺激を入れるという意味でタオルギャザー、これも動画で出したことがあります。そして足の指のケア、こういったことも大事になってきます。これも動画があるのでまたよかったら見てください。そしてね、体全体を総合的に見ることが大事なんですが、今日はもう新スプリントだなというふうに思ったとき、そしてその疑いがあるなって思うときに、自宅で自分でまず簡単にできるセルフケアについてやっていきます。痛みが出るのはこのすねの内側のこの骨のすぐこの後ろ側ですね。こういうところに痛みが出てくることが多いです。触っていくとここが硬いなとか、ちょっと腫れてるなってことを感じることもあるのではないかなと思います。基本的にふくらはぎの筋肉の硬さがまず原因になってくることが多いので、これを自分でセルフケアとしては緩めていきたいです。で、骨に対してですね、骨のすぐ後ろ側、横の沢、親指で当てます。この親指に対して親指を重ねる。で、上から少し圧迫する。で、10秒ぐらい圧迫したらすぐ隣にまた行きます。まあ5秒から10秒ぐらいですね。10秒が長いなと感じるようでしたら5秒ぐらいで大丈夫です。そして下に、圧力としてはもうそんなに痛すぎるっていうほどやらなくていいです。少しこう痛い気持ちぐらいでやってもらえばいいです。骨のすぐ際ですね。もしあんまりこう痛いとこ直接触るのが怖かったり痛すぎる人は、その1本外側ですね、外側で骨から離れたところを押さえていきます。こういうふうにやっていくと、だんだんとこのふくらはぎがこう緩んでくるのがわかるのではないかなと思います。は骨膜炎の先には疲労骨折の危険性もあるので、練習をやりすぎたりとか休めないっていうことは少しマイナスに働いてしまうこともあるのですが、大会が近かったり練習を休める状況ではないとき、そんなときに自分でできることをまずやってあげることがとても大事になっていきますね。で、こういうふうにやっていくと、だんだんこの最初いきなり触ったときでは痛かった場所が少しずつ触れるようになっていきます。こういうことをやってあげるといいですね。で、その時にいつも言うんですけど、あまりこう揺さぶ強くほぐしすぎたりとかしてしまうとかえって悪いこともありますので、それはちょっと気をつけてゆっくり5秒ぐらいじわーっと圧を加える感じですね。指に当てて、指は立てるのではなくて寝かしてこの状態から押さえる。今日はね、新スプリントの、セルフケアということで、マッサージのやり方を説明しました。このやり方だけではなく、最初にも言ったようにストレッチもそうですし、タオルギャザー、足の指のケア、そんなようなこともやって、なるべく痛みのない状態でプレーできるように、そしてオフができたり時間があるときには整形外科などでレントゲンを取ってもらい、今の状況をきちっと把握することも大事ですし、そして接骨院やメンテナンスの施設で
体全体として、プラスに持っていくということも大事になっていきますので、ぜひやってみてください。それでは。